はい、皆さん、こんにちは。ニハオ、リンチーです。まあいつもの生活を送ってます。上海ね、ちょっと寒い感じになってきました。まあちょっとね、軽く厚着になってきました。まあなんだかな、この前というか 2,3 日前、万引き家族で、万引きっていう言葉が、中国語にはないので、シャオトジャズっていう名前で、中国では、配給されています。で、このシャオトジャズは、まあ、中国ではね、興行収入、そこそこいきました。僕はね、3回ぐらい見てるんですけども、まあ、日本で1回で中国で2回ほど、見ました。で、中国ではね、まあ、売れてるんですけども、爆発的に売れたかっていうと、そうでもないっていったような状況です。はい、まあ、全然もうすごい、今興行収入何十億っていくような、感じでした。はい、まあ、非常にいい映画だったんですけども、まあこれね、なんでね、そのなんですか、カンヌで賞を取ったのに、あ、ちなみにね、カンヌってね、中国語でガーナーって言うんですよ。ガーナーって言うんですけども、これね、カンヌかなっていうね、カンヌがなんでガーナーになるのか、ね、ちょっと意味わかんないんですよね。はい、あとまあまあ、これなんとなくわかるんですけども、外人の名前のシーザーがカイサーとかになってて、まあ、それも分かんない役なんですけど、まあまあ、ちょっと語源とか辿っていけば分かるんですけども、ちょっとカンヌはね、ちょっとカンヌがガーナーになるのはちょっと僕未だに分かんないです。で、まあ、その万引き家族 の話に戻るんですけどもね、まあ、万引き家族って言ってるのに、万引きのテクニックはそうでもなかったっていう、映画です。はい、まあ、このね、なんか家族の、まあ、家族って何なのか、家族のつながりって何なのかっていう、のを描く映画なんですけども、まあ、おそらく ものすごく丁寧に撮られた映画ですね。多分僕の勝手な想像なんですけども、まあ、これ役者全員、その脚本でセリフを覚えるんじゃなくて、その状況とかね、シチュエーションとか人のあり方を覚える、キャラを、覚えて、でそこでそのまま喋って、まあなんとなくセリフの順番はあるんでしょうけども、まあある程度ね、そのまま言ってみたいな、まあ、そのキャラが言うであろうセリフを喋ってみた、見てみたいな感じで撮ってたような気がするんですよ、僕はね。まあ、これ僕の分析ですけどね。うん、で、中国で売れなかった理由で、売れなかった理由というか、まあ、売れたんですけども、その爆発的に売れなかった理由、それはね、中国人って結構細かい感情の変化とか音の変化、光の変化を感じる能力が相対的に低いんですよ。すぐギャー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 、ワー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 、どん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 ボカンボカンっていう、そういう映画しか基本的に、まあ、大勢のほとんどの中国人って理解しないんですよね。で、万引き家族はほとんどなんか、何ですか、音楽的なものがあんまり入ってなかったと思うんですよね。まあ、入ってましたけど、アベンジャーズみたいにずっとドーンドーンドドーンとかで、なんかバンバンバンとかドカンドカンとか、そういうのなくても、環境の音をなんかじんわりと聞かせて、じんわりと来させるみたいな、そんな感じの映画、まあ、それ僕好きなんですけども、あとなんかほら、ダンケルクなんかね、結構音に厳しい人には結構いい感じだったんですけども、まあダンケルクが中国でもうまあまあそこそこ売れたんですけども、爆発的には売れてなかったので、で僕が日本でね、1回目ね、この万引き家族見た時に、中国で配給した場合、そのダンケルクの二の舞になるだろうなと。まあ、ダンケルクも基本的にミュージック入れてなくてね、環境音だけでなんかこうじんわりじんわりこう重ねていって来る感じの映画だったんですよ。うん、
まあ、あとなんかほらダンケルクの場合はその爆発でほらナパーム弾で赤い炎出すじゃないですか。ああいうなんか特殊効果も、全然やってなかったですからね。まあだからなんとなくわかるんですよ、あこれは無理だなとか、あ、ま、手前である程度ねわかります。それでね、あと是枝、和裕監督がまあ日本政府のなんか勲章賞かなんかを、まあ、拒否したと、まあ、それがね、中国で話題になってるんですよね。なってたんですよね、その記事見たらね。んでこれなんで話題になるかっていうと、基本的にあの中国の映画業界の人間って基本的にもう心から政府の犬なんで、我が国が祖国かっていう、まあ、まあ要はなんかあのレベルの低い右翼みたいな人たちが、中国で映画作ってるんですよ。まあ、だからつまんないんですけどね。基本的にあの映画監督っていうのは、まあ、どちらかというとね、ちょっと左翼的な思考を持ってた方が、まあ、映画監督的にはうまくいくと思うんですよ。なんでかっていうと、あの現状のこの体制に対する鬱憤を映画見て晴らす、この毎日このつまんないあの体制下の生活がぶっ壊れないかなっていう思ってる人たちの心を満たすのが、うん、まあ、映画の基本だと僕は思うんですよね。はい、うん、だから基本的にあの映画監督っていうのはその、まあ、頭いい方がいいんですけども、頭良くて左翼でその人と人との間のね、ちょっと違いを探すのが上手い人、まあ、こういう人がいるじゃないか、こういう人がいるじゃないかって、だいたい右翼的な人って共通点見つけるんですよね。共通点を探して、こことここは同じだから俺たちは同じ民族なんだっていう人が多いんですよね。でもなんか、左翼的な人って、同じ民族っていう言ってるけど、こことここが違うじゃないかって、まあ、その民族の虚構性をついてくるのが、まあまあまあちょっと頭のいい感じの左翼、なんですよね。でどっちかというとね、そうやってアナーキーな方に行ってくれる方が、映画監督としては面白いです。はい、であんまりこの中国的にあの我が民族の、とか言ってる人たちってもう何とっても基本的には面白くないです。はい、まあ、北朝鮮映画になります。で中国 の映画監督って基本的にその頭の構造が北朝鮮なので、で中国映画が売れた時、結構ね海外で売れてた時代ってあるんですよ。もう20年前ですよ。20年前、で20年前って結構ね政府批判的な体制批判的な映画結構撮ってたんですよ。でその時の、映画、中国映画は、海外で賞を取っていましたし、それでかつ日本でも結構売れてました。もう堂々と制限なしでやっていけてたし、はい、で大体、自国を賛美するよりも自国の悪い部分を見つけ出して、誇張して、人が、なんですか、葛藤してる姿を描いた方が映画というのは売れるのですよ。映画、まあ、その結果はどうあれね、その葛藤してる姿、バトルしてる姿で基本的に反体制の方が、映画売れます。映画はね、うん、その映画ってなんか普通の人が、普通の市民が鬱憤を晴らすものなのでね。まあ、だからそこら辺のことが全然分かんない人間が映画とか作っても無駄ですよね。まあ、時間の無駄だし、まあ、だから中国の映画監督って、例えばね、まあ、だから国の制限があるから反体制的なものは作れないでもいいんですよ。でもそれっぽい、アナーキーな感じではできるんですよね。別に異世界にしたりとか、
異世界として撮ったりとか、その、まあ、昔の歴史のバトルしてる時代撮ったりとか、そういったことで回避できるんですけども、完全に、中国の映画監督をやるやつって基本的にすごい頭悪いんで、そういった発想がほぼできないんですよ、うん、ちょっとアナーキーなこの現状をぶち壊すみたいな、まあ、そういうことができない人たちなんで、まあ、あと数十年中国映画無理でしょうねって、話でした。それでは皆さん、リンチーでした。再见。